ライトアップ TV ということでね、今回は、何についてやって何についてやっていくかと言いますと、テーピングについてちょっとねやっていきたいなと思います。実は TGK ですね、結構足首をひねりやすいんですね。過去に、何回かな、2、3回ぐらい足首の靭帯やっちゃったりとか、足首をひねって骨折しちゃったりとかっていうのがあって、もう完全にもう癖がついてしまってるような状態なんですね。なんで、普段のトレーニングではあのテーピングはあまり巻かない、あの指導するときにはテーピングさすがに巻いてはないんですけど、例えばフットサルをするときだったりとか、あとはあの指導するときでもあの足をひねっちゃった後にこうボールを結構蹴らないといけないときとかは結構テーピングを巻いてたりとかします。で、今回はね、その足首のテーピングの巻き方っていうのをちょっとね、動画にしていこうかなと思います。ではできるかな、正直自己流も入っちゃってて、あの正しいか正しくないかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、ちょっとやっていきます。いきましょう、レッツゴー。はい、一応ですね、今回使うのが、このホワイトって呼ばれる固めの、伸縮性がない、伸び縮みがしないタイプの、テーピングのテープになってます。 50mm、 5cm ですねの、テーピングになってます。一応ね、TGK はあのスポーツ系の工事の音うるさいな、専門学校、スポーツ系の専門学校出てて、あの一応テーピングはね学んだことあるんですけど、まあそこまで正直得意じゃなかったので、あのトレーナーの方たち、そういうのがあの詳しい方々が見ると、 あれ全然違うこととか、下手くそだなって思うかもしれないんですけど、ちょっとご愛嬌ということでお願いします。で、まずこの肌色のアンダーラップっていうんですけど、まあ私基本的にアンダーラップ巻かないでテーピング基本的にするんですけど、今日は一応動画なんでアンダーラップ巻いていこうかなと思います。で、何かっていうと、あの何かっていうとあのあれですよ、あれだよ、あれ、あのテープを直接直巻きとかしちゃうと、あのなんていうんだろう、テープを直巻きとかしちゃうと、こうなんていうんだろう、かぶれちゃったりする人いると思うんですけど、まあそういうのを防止してくれるようなものになります。私別にそんなにデリケートじゃないので、あのかぶれたりはしないんですけども、これもね、シワにならないように巻くのが、まあどうも苦手で、テーピングのプロというか、そのトレーナーさんとかは、ね、偉いスル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 巻いてすごい綺麗に、あーもうこうなったらダメなんですよ、もういいや、巻かないことにして、はい、じゃあまずはオンパーと呼ばれる、なんて言うんだろう、始めになるところを巻いていきます。まあ、スタート地点みたいな感じですね。だいたい、まあ足首、まあくるぶしの上のちょっとここら辺を目安に、別に決まってんのかな、これよくわかんないですけど。で、ポイントは、よいしょ、巻いたいかな、ポイントは、アンカー巻くときのポイントは、これね、シワになったらね、減点されるらしいです。ちょっとテスト受けたんですけど、もうまっすぐ巻いちゃうと、何て言うんだろう、足の膨らみの関係で結構ずれちゃうんですよね。なんでこうちょっとこう斜めじゃないけど、まっすぐこう巻いちゃうと、こう巻いちゃうとずれちゃうんですよ。まっすぐ綺麗なとこ戻ってこないので、よりはちょっとこう、でこう斜めにする必要ないですけど、ちょっと斜め気味に入れてあげると綺麗に巻けるっていう風に教わりました。こんな感じですね。よいしょ、アンカーはこんな感じです。で、ここがスタート地点なので、ちょっと私のミスアンダさんが邪魔ではあるんですが、気にせずということで、次に足首のところ、ここにこう
なんていう雑誌だっけ、ちょっとここら辺にテロップで出しますね。なんていう名前だったか忘れました。スタートアップだったかな。そんな感じの、まず基準となるくるぶしのところを通すような感じで、まっすぐここのアンカーのところからくるぶしを通して、足の裏を人に巻いたことあるけど自分に巻くときかなり適当にやってるんで、私はどっちかというと、あの内側こうひねっちゃうんですよ、足を見えてる、こうひねるんです、内側にくるっとひねっちゃうので、そういうことにならないように内側からこう外側に向けてこうテープでこう引っ張ってあげることで、この動きを制限してあげるような形になります。なんでくるぶしのところを基準にというか通るような形で、まずこういうふうにこんな感じですね、足の裏を通して巻きます。でその後にこのスタートしたところからちょっと最初じゃあ後ろ側にずらして、よいしょ、見えてますかね、見えにくい、そして見せにくいよっ、ここが今張ったところなんですけど、ここからちょっとこうずらしたような感じで、テープを貼ります。で貼ったらこれも、同じところを通して大丈夫です。足の裏を通してピンとこう貼ってもらいながら、で反対側に回ってきた時にテーピングのこの基準のこっちから反対側スタートしてるんですけど、前の方にこう来るように引っ張り上げます。綺麗です、綺麗です、えい、あ、こんな感じです。本当にこういう風にシワとかできたらダメなんですよ皆さん、私が言いたくそうなんでそこはちょっと思うんですね。で次反対、今度は後ろから始めたんです。前から始めます。基準のテープの前からですね。前から始めて、オフ。前から始めて、これも足の、全然映ってないことに気がついた。こんな感じ。足の後ろを通して、裏を通して、今度は後ろにこう、真ん中、前、後ろですね、交差するような感じでテープを貼っていきます。よいしょ、こんな感じですね。そうすると、こうこっちにひねる動きっていうのが今制限できたような感じで、このままだとここがペロッと外れちゃうというか剥がれやすくなっちゃうので、それをないために、まあ、アンカーで止めていきます。ああ汚い汚い。これね、あのトレーナーさんの方は分かると思うんですけど、これ結構初歩的なテーピングなのかな。基本。もうテーピングの基本みたいなやつなので、もうこれテストするときには5分ぐらいで巻かないといけないテーピングだそうなんですね、はい、でこのまんまアンカー巻きながらどん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 こう下の方に下がっていきます。こんな感じで、よいしょ、見えてます、大丈夫です。テーピングのテーパーの方ビデオ撮り始めてます。で次が、まあ、もっとこう足首ちゃんと固定したいよっていう人はホースシューって言って、確か、ここのここら辺くるぶしの前あたりからこう馬のひづめみたいな感じでこういう、よいしょ、まあ、こういう風なテーピングをこう下の方まで巻いていくこともあると思うんですけど、別に今日別にあの私プレイするわけではないので、ここぐらいまでしておきます。でその次ですよ、
その次は8ロックだったかな。もうね、ちょっとここら辺から本当曖昧でいつも適当にしちゃうんですけど、フィギュア8ですね。8ロックじゃなくてフィギュア8です。フィギュア8は、もう一回いきますね。なんかこっち側からやる方法もあるというか、多分こっち側からやるのが本当なのかな。私もね、習ったのが何年前だ、何年か前なんでちょっとあれですが、フィギュア8がついてる。一個一個テーピングとか。こっから外側に引っ張って、あります。こう外側からスタートして、外側にこうぐーっと引っ張って、足首のこの重心ぐらいでこう交差。シワだらけ、これテーピングテスト0点ですよ。引っ張って。足首の方をくるっと回して完成ですね。8ロック、ガッチガチ、これもう捻挫のしようがないぐらいになって、今現在ガッチガチになってます。こんな感じです。もうこれテスト0点だよ、このシワシワな感じ。最後にヒールロックですね。ヒールロックはかかとをね、まあその名のごとく固定していくやつになるんですけど、まあここら辺からスタートして、こっちにぐーっと引っ張って巻いてって、ここですね、かかとのところに、ちょっと角度つけて、こうだな、こう巻いていって、こうですね、今巻いてって、反対側にこう通したら、このかかとのところにテープをこうギャボッと、こんな感じでこう引っ掛けます。で、足の裏を通してこうまっすぐこう引っ張って持っていきます。で、もう一回このかかとのアキレス腱のところですね、こうですかけて下にこう持ってきて、やばい、大変なこと、足の裏を通してにゃっ、よいしょ、こんな感じです。これテストダメよこれじゃテストダメ。これをね、ビアエイトとヒールロックを組み合わせたなんかトレーナー巻きっていうのがあったんですけど、もうさすがにね覚えてないし、覚えてないしこれすらもちょっと正直ヒールロックのあたり正直曖昧です。でいつもこんな感じで、まあ、固定をするとホワイトで伸縮性もないのでもうガッチガチです。もうこっちに曲がりようがないっていうぐらい今固定されてるような感じです、ね。はい、なんでまあ足首やっちゃったよっていう人は、まあこういう風な感じで固めてもらえるといいかなと思いますし、あとはまあ予防する人もこう、まあこういう風なやり方で巻いていけば基本的に足首固定できますので、よかったら試してみてください。はい、ということでね、やっていきましたテーピング。あのね、正直言うとトレーナーさんとかもこういうテーピングのね映像出してくれてるから、そっち見るのが一番わかりやすいと思うし、一番正しいと思う。よくねテーピングの質問が来るんですよ。例えば手首のテーピングどうしてますかとか。でも私手首あんま巻いたことがないんで、巻くとしてもこの手首の動き、こうなんて言うんだろう、こう反りすぎないようにするためにみんな巻いてるのかなって思うので、もう単純にくるくる巻けばいいと思うんですよね。だからこれぐらいの長さ切ってもらって、まあ、動きを制限したいんだったらもう本当にこの一番硬いホワイトっていうノーマルなタイプのテーピングがいいと思うんですけど、よいしょ、このねホワイトっていうのはすごい万能なのよ。こうこんな感じで貼ってもらってくるっと、でここに巻くだけだと意味ないので、ここを、まあ、これがアンカースタートみたいな感じですね。ここを基準にこう
こう巻き上げていってもらったら手首固定できるような形になると思います。ちょっと巻いてみる？軽く。よいしょ。ここからスタート。いやー。ここからスタートして、こっちからスタートしてくるっと。単純に巻いていけば、はい、ちょっとずつも制限されてるような形なんで、私でもあんま手首を怪我したことがないので正直このテーピングが必要なのかどうかさえもちょっと私分かんないんですけど、邪魔じゃないって私思っちゃうのでテーピング基本的にはですね、こんな感じで巻いてもらうとある程度こう手首の動きの、わかりますかね、こう手首の動きの こっちに反れるような動きの制限はまあかけられるので、こういうのも一つありかなと。でこのね50のいいところは、指とかのテーピングにもこういう風な感じで半分に裂いてもらって、例えば人差し指、突き指したとかってなった時にこう巻いてもらって、よいしょ、ちょっと長く切りすぎたり、こう、うまくこんな感じで、よいしょ、こう巻いてもらって、まあ、あとはここね後ろバッテンしてっていう感じでしたらもう突き指のテーピングになるんですけど、そういうのにも、まあ、使えたりするので、すごくねホワイトは一般的なテーピングになるので、一つ持っておくと、まあ、万が一怪我した時とか毛が怖いなっていう時に防止するようなテーピングができるので、まあ、持っててもいいかなと思います、ね、テーピングはね勉強し直そうかなって今回やって思いました。専門学校でやったのが何年前だ、4年ぐらい前だからもう全然覚えてなかったですね。もう全部自己流で適当に、もう曲がんなければ固定できてればいいだろうみたいな感じで巻いてたので、ちょっと勉強し直そうかなと思いました。はい、ということで、今回動画良かったよ、まあまあ頑張ってたんじゃないと思ってくれた方はいいねと、チャンネル登録までよろしくお願いいたします。それでは次回の動画で会いましょう。 See ya!